皆さんこんにちは、西田はずみです。今日は売れる人の脳と売れない人の脳の違い、これについてお話ししたいと思います。今日の動画はですね、営業成績を上げたい人とか顧客との信頼関係を築きたい人、またご自身の自分のプレゼンテーション能力を高めたい人は必見です。まず脳科学に基づいた売れる力をつける5つの方法、これをお話ししたいと思います。まず方法1つ目、相手の話をよく聞くことですね。なぜかというと相手に共感する、またしっかりと目を見て集中して相手の話を聞くと、そういうことをすることによって売れる力がこうついてきます。そして方法として2つ目、顧客のニーズを引き出す質問をする。今質問力っていうのが話題になってますが、相手の潜在的なニーズっていうものを掘り起こさないと出てこないわけです。だから質問をしていくと。さらには適切な質問、そして購買意欲を高める質問をしていくということです。そして方法3つ目、自分の商品やサービスの価値を明確に伝える。当然ですが、顧客のニーズにマッチング、合致した価値をアピールしないといけないわけです。さらには、論理的に説明したり、相手との信頼感を与えないといけないわけですね。方法4つ目、自信を持って話す。自信というものは、相手に安心感を与えます。それが購買意欲を高めていきます。そして、ポジティブな態度で、積極的にアプローチをするということです。そして最後5つ目、ストーリーテリングを活用する。物語で話すということですね。例えばストーリーというものは人の心を動かします。そしてそれが購買意欲を高めてくれます。またストーリーで商品とかサービスの魅力、これを効果的に伝えることができます。脳科学を活用して売上アップを実現してください。脳科学というものは販売力を高めるための強力なツールになります。売れる人というものは生まれつきではありません。脳科学に基づいた方法を実践することで誰でも販売力を高めることができます。今日から行動を起こしてみましょう。